イサイチャンプローです。まあアメリカの大統領の中では一番二番を争うぐらい有名なね、アブラハム・リンカーンっていう人ですね。超でかいって感じがするんですけど、これサイドの方になんか絵が描かれてまして、で文字もなんか言葉が書かれてると思いますね。反対側もねこういう感じでちょっといっぱいいっぱいかな、こういう絵が描かれてまして、で文字がこういうふうに書かれてます。ぜひ見に来てくださいね。すいませんね、ちょっとバッテリーの都合上ゆっくり映せないっていう感じですね。申し訳ないです。まあ正面から行くとねこんな感じですね。まあね、下にはチェーンがこういう風に貼られていて、こんな感じで真正面から見るとこんな感じで、なんかリンカーンが見つめているのが、すいませんねちょっと目が回るかもしれないですけど、あそこの間から見えるのがモニュメントですね。まっすぐこうね、オベレスクが見えるっていうやつですね。まあたくさんの観光客がいるって感じで、こんな感じですね。でホワイトハウスは多分あそこら辺かな。でジェファーソンでしたっけ、あそこにちょっと見えますね。すみません、バッテリーがそろそろっていう感じなんですね。太陽もねこんな感じでいい感じですね。で建物はなんか大理石でできてるような感じがしますね。こんな感じで、あいう絵を描きこけこうっていうやつですね。ここの屋根の上も装飾が施されてますね。ね。まあね、アメリカの大統領の中ではジョージ・ワシントンとリンカーンさんとっていう感じの感じっていうかだと思いますね。まあね、観光客の方々も結構いらっしゃるっていうことで、チャンプルーでした。またやーさーい。ピューポッ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 、ハットポッポッ。